どうも、なおちんです。本日もモンハンストーリーズ2やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ、今日はラスボスを終えて、裏ステージに来てます。で、裏ステージもだいぶ先まで進んで、裏ボスまでね、一応拝んできました。でもね、全然勝てないのよ。裏ボス全然勝てない。なので今日はその手前の古竜たち倒したいと思います。まあ、ラージャン古竜じゃないんだけども、めちゃくちゃ強いんだよね、ラージャンは。勝てるかな？まあ、一回勝ったことあるのよ。一回勝ってるけど、めちゃくちゃ強いんで、これは気合を入れていかなければいけません。ラージャン最初はパワーで攻撃してくるので、まずはスピード。だね。頭部から、あ、いや、違う！尻尾から攻撃していった方がいいよね。尻尾は刀。斬撃だね。斬撃で、尻尾を攻撃していきましょう。間違えるなよ。これ間違えたら終わるからね。いけ！いや、まあまあ、それぐらいか。こういう敵になるとね、かなりの硬さになるので、かなり強いんだよね。ラージャンはもう本当にバンバンしてくるのよ。いつもながらバンバンしてくるから要注意だね。あ、違う、音もな、音もと、パワーだからこれでいい。いいので、尻尾早めに潰したいな。尻尾はね、早めに潰しておきたい。まあ全部だけどね、全部基本的には潰しておきたいところです。よしよし、いい感じいい感じ。でも怒ってからがめちゃくちゃ強いっていうのがあるので、なんとかしたいな。これは別に何もしないね。チャージかなんかだね。パワーチャージか。オッケーオッケー。あ、そうだ、こいつはね、特徴があった。怒った時が2回攻撃だ。そう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 、2回攻撃で俺だいぶ泣かされたんだよね。なので2回攻撃、でも2回攻撃の時どうしようもないんだよね。よし、 OK。 尻尾潰した。きたー。2回攻撃が来るぞ。ちょっと待って、何もしてこない。あ、いや、するんだ。だからそれに合わせていけばいいんだね。テクニックで攻撃してくるから、みんなパワーだ。パワー、あのね、攻撃力をチャージしてからやってくるもんね。よし、足を多分潰せば転倒するんじゃない。パワーオーラ。うわー、ギリギリ残った。でもこれライドしよう。これしないと無理だわ。足を潰す。どうだ、転倒するか。しないか。ワンチャンいいかなと思ったんだけどね。でもいけないね。パワーのやつとちょっとお供を変えましょう。モノフローが、あ、違う、グラビが防御力高いんで、グラビでいきましょう。パワーだね。2回攻撃だからな。いや、なんとか。あ、嘘。髪の毛が黄色くなってたらテクニックじゃないの。やられた。マジかよ。
ジか。まあ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 、まだね HP はあるんで大丈夫。よし、戻ったね、戻ったね。でここでパワーに戻ってるから、スピードでいい、いけ。あのね、今ラージャン装備をさっき作ったのよ。さっき作ったんでちょっとまだ慣れてないんだけど、いやもうここはさ、どんどんダメージ与えていった方がいいから。あ、ちょっと待って、銅は何だ、銅。まあ打撃かな。あ、でしかもそうかそうか、スキルで属性防御を上げとこうかの方がなんか後々いいような気がする。5ターン持つんで属性防御上げとこう。全体攻撃した時にこれが安心だもんね。え、いたっけ。あーマジか、マジか、これやばいねこれはやばいぞ。多分耐えれないんだよね。耐えれないけども、まあ一応これでいこう。チャージしてるから多分、おー、ギリギリ9残った。よし、来た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 。でこっからが、あ、待って、まずライドしてこれしとこう。スピード、あ、じゃあスピードで攻撃してくるってことか、スピードオーラだから。よし、ならばテクニックで潰せるってこと。なんか怖いね、もしも失敗したらやられちゃうんで、まあいいか。スピードオーラを使ってたんで、おそらくスピードで攻撃してくると思う。いけ、よし、オッケー。死ぬなよ、おお危ないで死んだかと思った。やばくない？やばい気がする。でももうこれ行くしかないんだよな。行け、よし。あ、これは耐久値を減らすやつじゃない。耐えて、いやーマジか、属性防御上げてるんだよ。上げてそれ、とんでもねえダメージだな。はい、オッケー、もうちょい、よし。でこれで倒せるんじゃない、いけるっしょ。いやー、ギリギリ残った、倒して、うわ残ってる。まあまあ最後スピードでしょ。オッケー、だ、相変わらずの強さですラージャン。もう経験値が7500とだいぶもらったね。でもまだまだ素材が足りないな。はい、ということでまたやっていくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。